ゴリ沖縄、朝方の海空公園に来ております。ちょっと今日はね、残念な曇りの天気ですけれども、私の気持ちはピーカンです。グエさん、はい、この前の動画で重大発表流れてると思うんですけど、はい、宮迫さんからゴリエちゃん復活させへんかと言われて、ゴリエちゃんが復活したら CM が決まりました。そしてこのチャンネルでも何回も恥をかいたキキオリオンビール何回も外し、沖縄県出身者として大恥を皆さんに晒しました。名護の工場まで行きました。実際に出来たてのオリオンビールを飲んで、伊江島さんの小麦にもう変えたんだよっていう知識も入り、もう間違いないと思った時に、マキタの北海道のフラノビールとオリオンビールの2択でも俺は外したんだ。それでも、え、もう言うの？いやいや、言ってくださいよ。もうそれなのに、なんとその動画を見てオリオンビールさんが CM のオファーをくれました。うわ、間違ってますって言ってきます。僕、違う違う、間違ってないんだよ。多分もっと間違う時あるけれども、その愛は多分伝わったってことよ。まあでも沖縄を代表する企業様、代表するどころじゃないよ、知らない人いないんだよ。今回紹介するのはオリオンビールを CM として使うんじゃなくて、はい、新しいドゥーシーっていうお酒が出たんだけど、はいはい、若者向けのね、はい、それの CM を今日1日で10本撮ります。でもね、ウェブ用で突撃で撮るっていう、いわゆる CM っぽい感じじゃないかも。あ、そうなんですね、うん、じゃあ今日はまた密着みたいな感じで僕つくんですけど。この前のゴリちゃんと一緒で。そうです、はい、じゃあゴリさんのありのままの姿を撮影していきます。 OK、 じゃあ皆さん10本撮り頑張ってきます。はい。違う、俺の着替え取っても得ないって。え、密着やから。密着でもさ、はい、いらんでしょ。いや、もうお前回すからスタッフも回し出した、ほら。いや、俺の着替えシーン得ないって。ちゃんと回します、スタッフさんも。はい、得ないよ。あ、でもお母さん、ちょっと YouTube 乳首ダメなんで、ちょっと。この手が脱げねえ。乳首隠すとこの手が脱げねえ。いやおい、来た、ドゥーシー。下から上ですね。ドゥーシー、うるさいな。恥ずかしい。ドゥーシー、これは沖縄の方言でドゥシー、友達という意味です。あ、そうなんですか。はい、今日一日これで10本取ろう。10本、10本。お母さん、ちょっといいっすか。何？これ今回多分 CM のロケ車なんですけど、うん、ちょっと後ろのトランク見てもらっていいですか。オリオンビール入ってる。やりますか。あ、じゃあ僕他のビール買ってきます。いいんだよ、今日こっちだから。押すのドゥーシーだ。こっちの CM の集中力が今そがれる。ドキッとしたから。人ってね、トラウマってあるんだよ。トラウマ。ああ、沖縄と真逆の北海道の。それ言わなくていいよ、もうフーから始まるやつも言わなくていい。フーから始まるんだったらフーチャンプルーにして。フーチャンプルーが好きっていう話でしたっけ。そう、フーチャンプルーにして。なんで見つけるの。めっちゃ雨降ってきましたけど、今日ないな。いやいや、あります、さすがに。空真っ黒だよ。雲の切れ目がちょっと青空見えるねとかって言ったら期待あるじゃん。はい、青ゼロ。切れ目ゼロ。キキオリオンのたたりが。そうですね、3回やって2回外しますからね。あと10分ちょうだい。はい、あと10分ちょうだい。あと10分。10分でやる。本当ですか。9時58分だ。10時8分まで。俺は10時8分にやむって言ってやる、はい、まだ多少降ってるけど、はい、時間見て10時27分、はい、過ぎた、ごめん、素直に謝る。でもちょっと止んできました。でもいけそうだよね、なんかね。いけそうっす。ほら、スタッフがカメラ出し出したもん。めちゃめちゃ準備してる。うん、これこそ緊張はもうしないですか。だってどうなるか分かんないもんね。そうっすね、相手がどういう人なのか、何を喋ってくれるかも分かんない。その場のノリだから。もう私はドゥーシーというものが
糖質ゼロでヘルシーで、アルコールたったの 2% ということで酔いすぎないっていう、この2点の魅力を伝えるっていうことに全力を注ぎます。本当に晴れてきたぞ。わかりました、行きます。はい、よし、行くそうです。もちろん。わかりました。ちょっと待って、やっぱね、こういう VS になってきたな。ありゃオリオンビールさ。じゃあこれで、あ、飲みやすいです、めっちゃ。はい、そうなんですよ。こっち見た、カメラ近づくな、電話近づくな。女子見てニヤニヤしてるとき近づいてくるのやめてもらっていい？え？恥ずかしいから。ずっとニヤニヤしてましたよね。でも愛する口、この距離で言われたんだもん。はい、わかる、あの子から出てるピュアな感じ。そうですね、ピュアでしたね。なんかね、ほっとした。どうしました？心が疲れてるときとか、愛してとかって言われたけど、なんか、はい、疲れてるかも。はい、皆さん、泉さん来ました。吉本の女性社長、泉さん。うわー、めっちゃ偉い人、怖っ。いやいや、失礼だからね。いや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 、沖縄を変えた男、映画撮影中にね、国頭村までの車移動、はい、泉さんの車で2人っきりで移動して、あー、行った行った行った、はい、のが、はい、ドキドキしたってずっと言ってます。あー、そうなんですか。どういうことで、やっぱり怖くて。いや、その、はい、こいつ泉さんのこと好き。いやいや、嫌いな人いないでしょ、まず。じゃあ、あのおじちゃん連中で泉かなファンは多数いるからね。あ、そうそうね。逆に泉さんから見てどうです、デンマというマネージャーは。マネッツセールさんが史上最悪のマネージャーってよくデンマのことを言ってナンバー3です。ナンバー3の一人ですね。ナンバー1もいるんですけど、本当に2時間電話取らずに、はい、ルナールで寝てたとか。あ、はい、いや、で、電話が一発で電話取るとちょっとびっくりする、逆に。電話出ないことが普通なんで。やっぱ1年目でした。社会人1年目というあの若気のやつやと思ってください。すみません、今はもう速攻出ます。はい、あの生意気だけどやっぱ可愛いっていうのはあります。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、耳赤くしてんだよ。すいません。お前、はい、お前分かりやすいな、感情が。めっちゃ恥ずいわ。いや、もうほんま勘弁してくださいということで、今回はね、 CM で沖縄のという、急に締め出して。いや、そうそう、時間あれかなと思って、はい、でまたでもちょっと沖縄でそういうお店紹介あるじゃないですか、うん、泉さんのおすすめするお店もあるかもしれない。あの、ね、泉さんって音楽好きだからおしゃれなのよ。もともと音楽畑の人だったから、案外雰囲気のいい喫茶店とか、はい、レストランっていうのは結構知ってる。え、今度このチャンネルで泉かなが紹介する沖縄のおすすめカフェとか、そういうのどうですか、社長。おすすめしたいところは、はい、いっぱいあります。あ、めっちゃいいじゃないですか。だから我々ほら男臭いから女子目線のチャンネルないじゃん。はい、ないですね。そこをちょっとさ、泉社長に協力してもらおう。そうですね、男臭い店しか紹介しないですもんね。イカスミ汁とか骨汁とか。骨汁とか、そんなバカだから。その時よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、どうぞ。ありがとうございます。はい。それぐらいでしょ。ね。で、1年ぐらい。ああ。まだ。基本ビールなんで。だよね。やばい。あんたにはドゥーシーが必要だ。なんだよ、ドゥーシーって。こちらですね。うん、非常に素晴らしい。新ジャンルのお酒。はい、開けです。お疲れ様です。お疲れさん。ハエが、どうすか、 CM 撮影。ハエが仲良くしに来たから。ああ、雨降ってきた。
危ない、よかったね、今ここにいてね。そうっすね。外出たら大変。ああ、スタッフ外出ちゃった。大変。ゴリさん、CM 順調っすか、撮影。雨で、はい、結構時間が読めない部分あったけど、はい、なんかうまいこと進んで、もう2組撮ったから。あ、はいはいはい。まあ、人がもう いないんだったらまた次行こうかって。あ、そうなんですね。ちょっとすいません。僕ももうちょっと出なきゃいけなくて。早くない？ 12 時になってないよ、もう。え、なってる？いや、もうちょっとそうっすね。ちーちゃん、あのさ、早く出るのは早いよ、それは。20時ぐらいまで便あるよ、だって。いや、ちょっとそれはあれなんですよね。ちょっとすいません。お前、ミカサ行くな。ちゃんぽん食べれた。ミカサのちゃんぽんは皆さんぜひ行ってほしいです、でも。でもそんな時間がちょっとなくて。なんで、ゴリさん、閉めてください。取れ高ある。取れ高めちゃあります。本当？めちゃあります。可愛いって言ったの覚えてます？もうやめてよ、ああいうの。会話の挨拶じゃない、あれって。はいはい。気持ちいいですって言われて、俺が曲がる。って言うのも失礼だし。はい。心のコミュニケーションよ、ああいうの。あ、本当ですか。そう。可愛いって言うのも心のコミュニケーション。じゃあ、可愛くなかったってことですか？可愛かった。癒されたんだ。あ、よかったです。こういうのどうもまた優しいんだよ、これ。優しいですね。次回、ちょっとオリオンビールさんの社員さんに、やっぱ聞きオリオンできるとか、そういうのいろいろちょっと企画は考えてるんで。カメラの後ろに、オリオンさんの社員さんいるから。はいはいはい。帰り際言ってみたら、絶対嫌って言うと思うよ。本当ですか？聞きオリオン社員さんって。いや、当てるかもしれないけど、怖いじゃん、かそうですね。言って帰ったらじゃん。わかりました。本当に言うの？いや、もし向こうが OK って言ったら、強っって思って。いやいや、それはそうでしょ。でも社員だって外すって目隠した。人間間違いはありますから。俺は間違えてんの、はい、社員は間違えてたな。でも2回間違えてますからね。そうなの。いいよ、分かった。また雨降ってきたから、とりあえずやんだらまた再開します。はい。じゃあ美味しいちゃんぽん食べてきて。アンシェア、ライオン。しまった、んがついた。んじゃな。ナポレオンがついた。昔昔シャーペンがついた。虫もういいよ。 YouTube ゴリ沖縄チャンネル始まりました。